さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけども、ちょっとやっぱりちょっと気になるニュースが飛び込んできて、ほう、やっぱこの番組ってまあ、ゲスナーって呼ばれてる人もアシスタントも、はい、まあ俺もね、はい、家族だと思ってるから、はい、ちょっとこういうメールが来たらちょっと心配になっちゃって、ほう、ちょっと電話で連絡取ろうと思ったんだけど、急遽本当かっつって、はい、大丈夫なのかっつって、はい、でちょっと今海外に行ってて連絡が取れないって言うんでね、うん、ちょっと安田さんにでもちょっと確認できるんだったらちょっと確認してもらおうと思って、はあ、ちょっとメール心配なメール、ここに関係ある人なんですか？もう今極楽の山本さんなんかよりももっともっと心配、この件が俺は。ああ、そう、うん、はあ、ラジオネーム碧南の藤も、あゆさん大変です、うん、1月19日に放送された、うん、私の何がいけないのにて、うんうん、今、うん、有吉さんの目の前にいる安田の相方のノッチさんが、うん、離婚ドッキリを仕掛けられていました、うん、仕事もせずトライアスロンに没頭しているノッチが、うん、ノッチに妻が愛想を尽かし出ていくといった内容だったので、うん、最初はヘラヘラしていたノッチですが、うん、離婚届を突きつけられ娘を連れて出て行かれた直後からあたふたしてまさに、白手手長猿そのものでした。さらにのっちゃ携帯電話取り出し、うん、妻に電話をかけるのかと思いきや、うん、自分の母親に電話をかけ、うん、なんて言って直りすればいいのかなと紙に書きながら聞くといった内容でした。あゆさん、あの男はもうダメです。一生サンドリーできんでお願いします。どうやってんすか、大丈夫なんですか、心配ですよ。いや、これはたまたまドッキリだったからね、はい、離婚はしなくて済んだけど、はい、どうやってんの最近あいつは。いや、だ、まあでもその通りです。いや、なんか年明けて年始の挨拶にも来ねえしよ。ああ、そうですね。なんか心配でよ。ああ、そうですね、挨拶ね、こうね、来させないとね。うん、そうですね。いや、心配なんだよ、あいつしっかりやってんのかっつって、子供二人いて。まあでもそのほら、親に確認した件に関して言えば、うん、最初の子が生まれる生まれないで、ちょっとなんか、どうしようかって言って、病院で揉めてた時に、うん、それをどうしたらいいかって夜中に僕に電話してきましたから。夫婦の悩み、安田に言いそうだ。そうですね、わからないって言いましたけど。うん、ちょっと心配でしょうがないんだよ、俺ぐらいは。困ったね。So much stress. Now a variety program. さあ、太田プロの真珠広島軍団怪談時軍人ロックスター資本主義の申し子有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、アシスタントこいつです。あ、この方ですね、アシスタント、白手手長猿問題児が相方になっております、デンジラスの安田でございます。よろしくお願いします。いや、まあ、ノッチもノッチで心配だしね、ノッチさんもね、うん、上島ですよ、あった54歳になったんだって。54歳になりましたね、あの人もね。あ、俺53歳で死ぬっていう予言してたもんだからね、うん、いや、もう大慌てよ、こっちの。やっぱ俺は俺で商売上がったりだなっつって。いや、やっぱり松村邦洋さんがね、一回死亡するっていうのを占いで当ててますし、そうですね。何個かあったんですよ、人の死を当てるっていうのがね、占いで。だからちょっと、そう、自信持ってただけにね、上島が54になったって言うんですよね、1月20日でしたっけね。1月19日の深夜、俺やっぱちょっと、やっぱ棒持って中野フラフラしてましたけどね。54を迎えさせるわけにはいかないと。阻止してやろうと。いや、だけど見事すり抜けて54歳になりましたけどね。そうですね。ねえ、問題児ばっかりですよ、最近。上島さん、この前たまたま仕事でマシンガンズ滝沢と一緒になってね、お前上島さんとつるんでるらしいなっつって、はい、何ですか、はいはい、言うが、どんなとこで飲んでんだっつって、うん、そしたら、いや、あのちょっと、あの庄屋です。上島さん今、はい、あのね、はい、巨大組織、はい、芸能界の一大組織だったね、はい、竜兵会の総帥、はい、上島竜兵が今や、はい、
滝沢と金木を連れて、はい、庄屋で飲んでたそうです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 どうしちゃったの。上島さんも基本的に今は主にチェーン店ですからもうカードが効かないと絶対にですからダメですからだからこの前だから安田さんもいたけど叙々苑行こうって言った時相当ごねたじゃないですか叙々苑かよってすげえごねたやっぱそうだったんだなと思って。清水の舞台ですよ叙々苑なんてのは。やっぱりそんな状況だったらおごってやればよかったなその時はねごねるかもしれないけどね、帰ったタクシーでは万歳だと思うよ。あ、そう、もしおごってたら。あ、もうちょっと心配なんだよね、うちの周りが。そうですね、確かにね。カブト君も元気に育ってんのかなと思って安田のところで、安田さんのところではね、カブト君は元気に育って、うん、今日なんと1歳と8ヶ月の誕生日を迎えました。8ヶ月の誕生って何なの、うるせえな。ガキ大好きかよお前。いや大好きかよハリウッド残念なドラマ、今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉サンデーナイトドリーマー。はい、今月のアシスタントデンジラスの安田です。長いなお前、なんかずっといるな。はい、一応の僕センターなんですよ。絶大なる指示がありまして、すいませんすいません。何をお前、ありがとうございます。あのお前さんね、なんか1万票だ、それぐらいのもんだろ。いや、まあ、いやもうちょっとあるんですよね。3万ぐらい、2、3万ぐらい。うるせえんだよ、すいません。なんかメール募集します。はい、お願いします。テーマこちら、はい、サンドリの掟。おプロ野球ソフトバンクホークス新監督工藤監督が、うん、工藤ね、はい、新監督の工藤が、工藤監督ね、工藤さんね俺さ、俺みんなでやんなきゃいけないかこれ、パリーグ連覇に向け、はい、工藤の掟6か条を打ち出しました。おラジオ界でトップをね目指しておるこの番組もですね、工藤さんに習って厳しい戒律を作っていきたいと思っております。ちなみにソフトバンクホークスの6か条は、ガム、つば吐きの禁止、行き過ぎた茶髪、金髪、ヒゲの禁止、徹底した体調管理のため門限遵守、ネガティブワードの禁止、選手を細かく観察、積極的な入れ替え、以上です。高速かよ結構厳しいですね、うん、厳しいけどね。工藤さんもこれ本気かなどうなんでしょうね。そうだよね、なんか監督ってあれでしょうね、なんか変えなきゃいけないから、なんか打ち出したいんでしょ。ですかね。だからこんな言ってるだけ我々世代で言うと広岡以来じゃないですかね。そうなんでしょう。だってここまで管理するっていうのは、それもなんか金髪茶髪ヒゲの禁止でも関係ねえからね確かにね。ネガティブワードの禁止、疲れた、こらはい5万円、はい5万円、えはい5万円、なんだやつ、はい5万円、10万円とか最低かよ、入りたくねえよ松坂が帰ってきますからね、そのほら松坂とかなんかね、ガムとかの癖とかもしかしたらあるかもしれないですもんね。だってなんかものによっちゃガムはリラックス効果があるからみたいなとか ねあったりとか、ね、あったりとかするしね、どうなんだろうね。行き過ぎた茶髪金髪っていうのがまたあれ難しいところです ね工藤さん次第でしょそれそうですね。工藤さんもね、やっぱりいっぱいセックスしといてね、自分は子だくさんでいっぱいセックスしといて、なんか門限守れよとかね、それずるいじゃん。ゲスナムこれ掟を、はいはい、このラジオの中にある掟を教えてください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/ドリーマー
www.jfn.jp/dreamer です、携帯電話からも送れます。はい、私の金銭に触れたメールにはポイント差し上げております。パンパンというねポイントでございます。パンが10個貯まると我が心のスポンサー、若月千夏、監督が監督なんですか、送ってくださっております。クマタングッズ差し、もう若月千夏大先生もね、もうグッズ送ってくださらなくなりましたんで、そろそろもうグッズが尽きるかなと思いがちなんですけどね、大量に余っております。余ってるって言わない方がいいんじゃないですか。ありますっていうぐらいで、はい、で、今夜もですね、安田が考えてきた ね、新コーナーの、はい、コーナーありますんで、プレゼンがね、はいはい、皆さんちょっとお付き合いくださいね。すみません、お願いします。全然もう採用されないからね。加減してほしいんだけど。いや、わかんない。いや、本当によかった、採用してよ。よかったらね。でもうこれなしにしてよ。俺はそんなねちっこい男じゃないよ。いいな、面白いなと思ってんのに、ドメドメなんて言わないよ。言わない。面白かったらもうゲラゲラから、俺はゲラやしって呼ばれてんだから。いや、そうなんだけど、ゲラゲラよし、ゲラゲラよし。俺がつまんないけどね。俺自身はつまんないけどね。見切りやっちゃ、見切りやっちゃもいいとこだ今の。いや、これぐらいの、これぐらいの感性だから。あ、いいな、それ今ぐらいの空気でやりたいわ。急に厳しい顔になるからな。俺のコーナー、ね、お笑いってのは空気ですからね。そうですね、そうです。やりたいわ今のコーナー。今やりたい、もうプレゼン。今思ったけど、あれですね、はい、思ったの、なんか R1 とか、はい、今もう M1 も復活するんじゃないかって言われてたり、ザ・マンザあって、キングオブコントあって、はい、いろんなあるでしょ、はい、もう本当にちょっと乱立してるから、うん、ちょっとやっぱ一つにまとめたらね、まあ、今このプロレス団体じゃないけど、やっぱ結局一本にまとめたら一番やっぱりすごいものができるわけでしょ、うんうんうん、コントも漫才ももう分けずに全部ね、もう面白っコンテストにしたらいいわけでしょ。はい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 。それをこの番組でやりますか。なんでこの番組でやるんだよ。なんでラジオなんだよ。それが。面白いやつ集まれ。集まれっつって。いや、でも確かにそうでしょうね。うん、それプロレスもそうですもんね。いや、本当そうですよ。最終的にやっぱり割れたりまとまったりするもんですよ。で、まとまった時に一番いいもんができるんですよね。なかなか。どうですか。もうだからもうあれじゃないですか。じゃあそろそろ有吉さんが立ち上がってどっかの曲で、うん、もうじゃあ面白いやつ出てこいやと、うん、もう面白いやつ出てこいやーい。有吉だよー、フクシン。お前面白いめちゃくちゃ。今日見切り多いね。見切り発車がね。あいつのでやりたくねえなー。それはどうなの。嫌に決まってんだろ。ねえ、でも安田さんと誰か来ないかね。安田さんとやってても飽きたからさ。なんだよ飽きたって。面白いやつだよ。何よ面白いやつ。だけどいないの面白いやつ。太田プロで。太田プロ、太田プロはいねえか。もう太田プロどうかな今。この前あれCM を撮ったんですよ。おなんかおで、うん、行ったの現場に、うん、でなんか居酒屋で撮る、居酒屋でなんか騒いでるっていう場面の CM なんですよ、はい、で、あ、有吉さん入りますって言って、みんなエキストラの人がいてさ、うん、あ、でもすみませんお願いしますって言ったら、おい、あれ誰だろうなって言ったら、マシンガンズ、うん、マシンガンで一緒、俺の同僚役で出てる。お、そうなんだ。腹立ってさ。で、腹立ったんでいいじゃん。生意気だと。まあ言ったバーターみたいなことなんじゃないですか、きっと。で、西堀と滝沢いるんだけどさ。やっぱり西堀なんか俺仲いいからさ。うん、西堀隣に置いてさ、うん。滝沢は後ろ姿にしてやった。あの CM 見たいな。この情報を聞いてたらそっちの方が美味しいね。そうだね、そっちの方が美味しい。そんなどうでもいいですけどね。いや、だからなんかいないのかなと思って、最近鍋プロのやつ呼んでないなと思って。なんか年に1回呼んでません？呼んでたんだけどね、うん、鍋プロ最近なんかあれいるじゃん、なんかあれクマムシ、ああ、はい、あったかいだから知ってる。
知ってますよ。だって僕アメトーク一緒に出たんですから。お、そう。向こう大ハマりで俺ら大滑りですから。あ、そうか。歌える？え、何が歌える？いやそんなに全部は歌えないですね。戦いんだから選手権やろうよ。戦いんだから選手権、うん、ここまず2人で。はあ。ちょっと待ってください。うる覚え。うる覚えでいいんだよ。うん、じゃあどっちから。安田。私の安田さんからね、うん、やっぱブームのお笑いやっとかないとさ若いやつでも聞いてるから。特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから。全然声が出てない。こんな感じですよね。確かに合ってますよね。はいはいはい、そうね、はい、ポーズしなくていいのよ。いや、まあそうですね。気分が乗ってこない。気分が乗ってこないですね。はい。お願いします。じゃあ。特別なスープの美味しさあなたにあったかいんだかね。むずいね。むずいでしょ。なんで桜田純子みたいにやったんだよ、ちょっと。ちょっと特別なスープをあなたにあげる。あ、分かったから。あったかいんですよ。そっから始まってんの。なんだろ。やらせて。流行ってますからね。こんなの普通さ、罰ゲームだよね。そうですね。普通はね。積極的に。やらされんのは、やらされてって言ってやるみたいな感じですね。あんまりないですよね。やらしてやらしてって言ってね。歌わしてって言って。で、歌わしてって言ってそんなに知らねえっていうね。特別なスープの青いしさ。全然覚えてない。なんだよ、スープの青いしさって。ちょっと待って、ね。ちょっと練習させて、はいはい、最近。ちょっとウォーミングアップさせて。はいはい。キキネスのお嬢さん。よしよし。なんでそれなんだよ。練習がなんで夏のお嬢さんなの。お願いします。もう嫌になった。嫌になったのかな。なんだよ。なんか面白い人と、面白い人ゲスト来ないか。呼んでね、誰か。あ、まあね、そうですね。うん。うん、どうなんでしょうね、太田プロ。太田プロ面白い人いる。太田プロだって今本当だって金清とかでしょ。だってまあテレビ出てるっていうこと出してるのね。金清でもつまんねえんだあいつラジオだと。あ、まあそうですね、うん、ラジオだとただただムカつくだけです。なかなかいないでしょ。いないですね。ねえ、うん、上島もつまんねえしな。上島さんもね、ジモンとかもダメだし、ね、ジモンさんもね。いっぱいいっぱい人を集めてなんか面白そうな人見つける、うん、なんか、まあそういいですよ。そうね、うん、その方がいいかもね、はい、もうだって優しい雨とか、はい、だって優しい雨がさ毎回毎年さレギュラーのように出てんのもおかしな話だよ。あいつらと同じぐらいのランクのやついっぱいいるんだから。特に別に松崎俺気に入ってるわけじゃないしね。そうなんですか。なんか平気で普通に出てるけど、はいはいはい、異様なことですよ本来は。まあそうですよね。優しい雨クラスのやつがねと一緒ここに並んでね、あれその話をねはいはいって聞いててまあね、またちょっといろいろ見つけたいんだけど、はい、これ読もうかな面白いから、まあ、後々やるコーナーの話なんだけど、ちょっとこれすごいあのデータ取ってくれてるから、はい、ラジオのヤジ、うん、有吉さんのそれわかるが開始から3ヶ月経つので、うん、今までのわかる回数まとめてみました、うん、最多わかる沢尻エリカ3回最年少わかる川口春奈19歳最年長わかる八千草香る84歳男性わかる田中邦衛最多登場回数北川景子7回パン贈呈18枚コーナー中の有吉さんの主な発言既婚者には興味がない不倫は嫌おじさんに興味はない
佐藤健ぐらいならわかる。大きなおばさんはダメ。わかるになった人。リカコ、エマ・ワトソン、エイクラ・ナナ、天海祐希、北川景子、ミラ・ジョボビッチ、栗山千明、志田未来、中田久美、石原さとみ、シャラポワ、水川あさみ、佐々木希、沢尻エリカ、小泉京子、相武咲、滝川クリステル、マギー、伊藤美咲、松下由紀、深田京子、寺川綾、堀田真希、ハルベリー、以上です。やめた、あげときます。一旦ブレイク。Stay Night Dreamer Live on air。はい、本日のメールテーマサンドリの掟ということでございます、はい、ラジオのエスロー FM 長野。サンドリの鉄の掟といえば、この番組のスポンサー若月千夏様への悪口を言った者はパンを没収され組織によって闇に葬られることではないでしょうか。ただ若月千夏様のプロデュースしたグッズは見たことが一度もないのですが、本当に WC グッズというのはあるのでしょうか。あるよ、WC グッズ自体は見たことないのかな。 WC グッズはもう有名だからね、まあで、まあ、うちにもありますから、実際ないように言わないでください。大丈夫、ネズミ後輩。サンドリではダジャレ禁止を徹底しています。この掟に歯向かったせいで金清は出禁になっています。いや、ダジャレはどっちかっていうと推奨してますから。思いついたら必ず言うようにしてる、はい、推奨しております。ラジオネーム朝方人間 FM 宮崎。サンドリの掟1、有吉さんの風俗話は聞かない。2、アシスタントは有吉さんに税金を納める。3、チョココルネファミリーのことは触れない。どうだろうな、有吉さんの風俗話は聞かないってどういうことだろう、ね、どういうことなんでしょうね。風俗話逆に聞いてほしいぐらいの。ラジオネーム多平 FM 福井。雨の日には素肌の上にレインコートを着ます。べっちょべちょになるチンコのとこもねっとりするじゃんね。もうくっついてくっついて。ダメよそんなの。湿気で中がもうベタベタになるから。大丈夫、それがサンドリの掟なんだ。福江風情、みんなもう適当に書いてるだけだよ。サンドリの掟は自分を棚に上げるということではないでしょうか。当たり前ですよ、自分の棚に上げてくださいよ。まああとはなんだろうね、何が一番掟かな、うちのなんだろうね、まあでも一番は俺の顔色を伺うっていうのね。まあそうですよね、それはそうでしょ、それはそうです。お前なんかいい、それいい意味では。お前なかなかそういう意味ではなく、お前、ね、お前怒られないもんな、ね、お前な3ね、3が、ね、3はい、あんまりは、はい、顔色伺ってますからね、3はな、3は、うん、はい、3って何、3って人になっちゃったね。曲いく、はい、じゃあ曲いきましょう、広瀬香美、ゲレンデが溶けるほど恋し、こんばんは、有吉サンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントはデンジラス安田です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。古いな、なんか声が声が古い、とどろき二郎とやってるよ。やだわ、逆立ち相撲をやります。知らねえよ。いけニュース。もうしょうがないからね、声が古いって言われてもね、しょうがないって言うな、変えてみるとか。続いてはこの1週間のニュースを、ふざけ、入ってこないから、入ってきやしねえ、そんなふざけた声じゃ。変えてみたんですけどね。はい、変えてみたじゃねえんだ、 YouTube じゃねえんだ。この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、まだいいわ、いつもよりは。本当に。そう、まさかの目から鱗。ではニュースに行きましょう。
まずはこのニュースから。私は元ドラえもんです。邪魔すんじゃねえよ大山。水田わさびさんが言うやつ。また出てきたよあいつ。私が元ドラえもんです。もうやめてよ。今私なんだから。そっちの方が興味あるんですけど。ニュースよりそっちの話の方が面白そうなんですけど。じゃあそれでは行きましょう。目指したいスタイル第1位は、はい、2015年版の目指したい体型の有名人ランキングが発表されました。1位に選ばれたのはダントツで米倉涼子さん、2位は藤原紀香さん、3位は深田恭子さん。ああそうなの。はい、4位以降読み上げましょうか。4位綾瀬はるか、5位杏、6位優香、そして7位吉瀬美智子、8位ローラ、9位杉本彩、10位釈由美子というありますけど、いかがですか。まあでもそうだね、なんかそんなにケチつけようがないというか、あんまりガリガリな人もいないし、あんまりなんかそのデカパイみたいな人でもないし、いいよね。ちょうどいい肉好きの人が確かにでも選ばれてるよ。珍しいねこういうの。だいたいずれた。だいたいちょっとなんだよそれ。ちょっと痩せすぎじゃないとか。いやそれただおっぱいでしょとかいうの多いけど。米倉涼子さん。じゃあちょっと安田さんにも聞いてみよう。この人が裸でやってきて、らもうおちんちんギンギンになっちゃうっていう人は、はいって言って。いい？はい、はい、はい。米倉涼子。はい。藤原紀香。はい。深田恭子。はい。綾瀬はるか。はい。アン。はい。優香。はい。吉瀬美智子。はい。ローラ。はい。杉本彩。はい。釈由美子。うん。なんでだよ。いいんだよ。なんでだよ。いいんだよ、それで。もう安っぽい、落ち着けなくて。安っぽい。入れてよかった。入れてよかった。入れてよかった。いいんだよ。すいません、なんか。余計なことやってすいません。長っ。どっちかなと思ったんすよ。ダメだな。どっちかなと思ったんすよね。その二択に勝ち残らないようでダメです。惜しかったね、今俺。俺チャンス逃した今。どっちかなと思ったんだよな。うるせえんだよ。遊んでる場合じゃないんだお前なんかと。だね。目指したいスタイル。どんな体になりたいですか。何か体、うん。女だとしたら。女ですか。いやでもなんかあれですよね。やっぱりだから今ほらもうなんかぼやぼやだから、やっぱり一旦一瞬こう、うん、細いっていうのは。まあ感じてみたいは感じてみたいですね。GIJ みたいな。GIJ みたいなって。まあなんでしょうね。ハルベリーとか。外国人の方。ボンドガールみたいな感じ。ボンドガール、そうですね。はいはいはい。俺はね、うん、そうね。俺はだからまあまさにその米倉涼子さんぐらいの、うん、まあ背も高くておっぱいはあって、うん、足も長くて肉付きもすごくて、うん、もうちょっと男がちょっとあ。俺にはちょっと無理かなぐらいのスーパーボディなんだけど、うん、毛がボーボーな女になりたい。どういうことだよ。なんで毛がボーボーなのよ。毛を売って勝負、毛を売って暮らしたい。Day Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.je/dreamer Stay Night Dreamer。 CM 撮ったって言ったでしょ。はいはい。あれだからなんかね、2人タレント2人やってるんですよ、うん、そういう俺なんかだから思い出してね、やっぱりその長嶋茂雄と野村克也の、うん、話思い出して、うん、野村克也が言ってたでしょ、長嶋がひまわりなら、うん、俺は霞そうだっつって、うんうん、そう思い出したね、うん、ベッキーさんとやってるんですよ。おお、CM？ ベッキーさんが太陽、うん、俺が、うん、もう汚いパンツを全然違うね、比較になってねえじゃん。比較になってねえじゃん。太陽と汚いパンツ、光栄光栄だなと思って光栄なのね。あんな超高感度、はい、ナンバーワンのね、ナンバーワンの人と、
俺みたいな、うん、こんな暗黒のラジオやってるね暗黒のもう汚い使用済みパンツみたいな番組やってるね俺がねちょっとの期間でもね、うん、一緒に出させてもらえてね、うん、俺も感謝だなと思って、うん、だって俺なんかだって本来ならお前みたいなもんと梅さんね一緒にやってるわけだから、うん、そんな人間があんなひまわりのようなね、うん、人と一緒にやらせてもらえるなんて、うん、ましてやね、うん、西堀と滝沢を従えてね出してもらえるなんて、ね、人数だけで言ったらね、うん、サンドリやってる人数の方が多いですからね。そうですよ、うん、サンドリチームの方が多いんですからチーム光栄だな。いわばサンドリの CM みたいなもんですよ。いかにしろ、そんなわけねえだろありがとうございます、はい引き続きはいニュースでございます。いきましょう。続いてはこのニュース。カリオストロの城14回目でも高視聴率を記録。カリコスコスのカリオストロです。カリコスコスの城。カリコスコスはカリコスコスで白いものが出た。14回目でも高タンパクを記録。そっちの話題の方が興味あるんですけど。いや興味あるんですけど、俺ボキャブラ世代じゃねえんだよ。俺ボキャブラチームじゃねえんだよ。俺はあれなんて呼ばれてたんだっけ。ボキャブラ。キャブラです。キャブラってカリコスコスのカリコスコスで白いやつ14回目でも高タンパクを発射。バカパクですよ。バカパク。うるせえ。うるせえ。いいですかニュース。金曜ロードショーで放送されたアニメ映画『ルパン三世カリオストロの城』の平均視聴率が 14.5% だったことが分かりました。劇場公開からすでに35年が経過しており、テレビ放送も今回で通算14回目、視聴率は未だ根強い人気があることを示しましたと。まあね。うん。だってまあこの漫画だからね、子供は見たいからね、うん、子供はどんどん出てくるんだからしょうがないよね。 そうですね、知らないですからね。俺らみたいなクソジジイをまたやってんのかって思うけど、またやってんのかって思っても見ちゃうけどね、うん、好きなんでしょう、ね、こんなもん、うん、好きなの、みんな好きなんでしょう、好きなんじゃないですか。なんかもう DNA に組み込まれてるぐらい好きですよね。すねみんなもう ねなんかなんだかんだでルパン三世で一番いい映画なんですかって言われたら、うん、多分これになるんでしょうからね、うん、なんかこれそうですよね。なんか俺ね、うん、ほんと見たことないんですよ。これを。いやあるんだろうけど、もうさーっと流し見しちゃうの。なんかぼんやりなんかながら見。あ、そうすんですよ。へー。だからあのすぐ言うでしょ、あのみんなそれこそアメトークみたいに出るようなメンバーとかだったら、はあ、名台詞のあげようみたいなコーナーで、はいはいはい、分かる、あれでしょ、あーでだけじゃないですよ、盗んでったのはあなたはね、あの古畑さん出てないですよね古畑警部は銭形でしょ。そうそう、銭形警部です。あのじゃあそれもザコシショウのやつになっちゃうからね。あのザコシショウ面白すぎてさ、 R1 の予選なんで落ちてんだよザコシショウみたいな。落ちたの。そうだよ、ハンマーカンマー、ハンマーカンマーで、ハンマーカンマーで落ちたのかどうか知らねえけど、 あんな面白いのになんで落ちんだよ。うちの子がハンマーカンマーやるとゲラゲラ笑う。そうでしょうよどんなにぐずっててもハンマーカンマーハンマーってやるともうゲラゲラ笑う。あんな面白いの R1 の予選落ちてるとおかしいってそうじゃなくて、だから分かる、はい、銭がね、はい、あなたが盗まれたのは、あら、盗まれましたな、お金と権利書を盗まれました。じゃあ泥棒じゃねえかよ本当に。なんだっけ、あなたの心ですね、あなたの、私は何も盗まれてませんよって言って、はいいや盗まれました、盗まれました、ちゃんこのレシピと曲げる曲げを、はい、クラリスちゃんこ作ってねえからさはいってなるよ、はい、何ですかって今日はいつもにも増して面白くないの見切りは多いけどね、いいじゃないですか、それが味でしょ。いや、こういう回もあるんです。はあ、こういう回がやっぱ、あの、いい回なんですよ。うん、調整の回ですから。なるほどね。こういうの、こういうじゃダメだなと思って、次の週からまた、調整していくのよ。じゃあ今日もずっとですね。残り1時間。今日はね、はい、
今日はまあ不調の日ですね。どうしようか。じゃあ続いていきます。うん、やってじゃもう一個いきます。続いてはこのニュースです。クリスティアーノ・ロナウド、街中で。何がクリスティアーノだよ、名前。街中でサプライズってこと、名前ですからね。発音いいね。は発音良さそうに。あ、よかったですか。サッカーのポルトガル代表で、レアル・マドリードのクリスティアーノ・ロナウドが、サプライズでホームレスに変装し、マドリード市内に出現。少年にハグと共にサイン入りボールをプレゼントしたことが話題となっています。なんでそんなことすんのよ。やんなくていいだろう。日本だったらこれはすぐバッシングだよ。ホームレスバカにして。理由はね。そう。海外の方がいいね。ちょっと理由がわからないんですけど、ロナウドはみすぼらしい服装にカツラ、つけひげをつけて出現。少年の前でカツラとつけひげを取ると、周囲の人たちがどよめきの声が巻き起こったそうです。いいんだ全部読まなくて。うとしいな。すいませんなんか月曜ニュースだったんでいいんだよ読まなくてすいませんでした有吉さんどうしましょうっていう聞けよいやどうしましょうこれでもえこれね、うん、どうしますロナウドロナウドはいロナウドこんなことしてあ首だ首だどこを首だよつまんないよいいよもうサッカーの情報知らねえからそうですか行こうコーナーわかりましたさあ続いてはあいつこんなこと言ってましたリターンズ、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です、うん、ラジオのペケミニ、うん、カバの推したいことIKKOさんが世の男性に向けて初デートにおける基本マナー4原則としてこんなこと言ってましたその1ナチュラルに女性をシャドウ側に立てない小さなことだけどこれができない男性って大事な時に逃げるんじゃないかと思っちゃうのその2食事の選ばせ方が下手まず何が食べたいと聞くこれは嬉しいでもその後のリズムが大事でパッパッパッと男性が決めていくのがかっこいいの、うん、その3 ちゃんと目を合わせない目を合わせる回数はすごく大事なの好きだよって言ってる割に全然目を合わせてこないとか本当 NG その4送り終わった瞬間すぐ違う方を見る女性は見えなくなるまで見ててほしいの送り終えて違うことする人ってデートの時も演技だったのって不安になっちゃうお前黙ってねえとマジで声帯引っこ抜くぞてめえ車道の真ん中歩いてろ飯は食うなこっちを見るな帰りのタクシー代よこせ新橋のサラリーマンみてえな面で読者モデルみてえなこと抜かすなお前はこの5原則だけ守ってろこの化け物ありがとうございます失礼しましたすごいですね言い過ぎねどっちも言い過ぎどっちも一個もペケミニも悪い大岡さばきですラジオネームペケミニ私今すぐにやれるアイドル週5で不倫揉め事をクローゼットこと矢口あちゃんとこと矢口まりちゃんが1月20日のブログで32歳になったことを報告し私と同じ誕生日を迎えた方々もお誕生日おめでとうございますと言っていたので1月20日生まれにはどんな人がいるか調べてみました1962年1月20日生まれ美容家IKKOはいはい IKKOさんも平気でネタパクったり化け物なのに美容家気取ったり神経ずぶといもんなわかるわかるはい次1971年1月20日生まれ花田勝るあーこれもわかるわ勝る氏も浮気したり好き勝手やってたもんななるほどねはい次1968年1月20日生まれジャガー横田の夫木下博勝わかる木下先生もおしどり夫婦気取ってたのに愛人疑惑とかあったもんなはいはい1月20日生まれってそういう人ねはいで最後1961年1月20日生まれ上島竜兵おい矢口お前何太陽様と同じ日に生まれてんだこの野郎清廉潔白で ED の太陽様に対してお前なんだ反省しろもう二度と自宅に違う男連れ込むんじゃないぞ
いいか、連れ込むなよ、絶対に連れ込むなよ。連れ込むなよこれ。ラジオネーム満腹でいなり。キャリーパミュペムしている世界の終わりのボーカルがツイッターで、そろそろ加納姉妹って何なのか知りたいとツイートしたら、加納姉妹がブログで反応してやがりました。以下ブログの文です。こんにちは、はじめまして、加納姉妹の京子&美香です。私たちも世界の終わりさんたちに興味がありますので嬉しいですよ。姉はずいぶん前に、美香さん、世界の終わりというネーミングって突き抜けていてクールね、ファビュラスだと思わないと言っておりました。いつでもお気軽にご連絡くださいませ。そして、そろそろ私たち加納姉妹が何なのか知りたいを体感することは宇宙、私たちは生きるアトラクションですから。こいつら何言ってんだよ、怖えよ、ファビュラスってなんだよ、怖えよ、生きるアトラクションって意味わかんねえよ、怖えよって。世界の終わりのボーカルの疑問には俺が答えてやるよ。加納姉妹はな、単なるチチデカババアユニットだ。連絡したら取り返しのつかないことになるぞ。お前はキャリーピーピーの貧乳でも捨てろ。なるほどね、すごいですね。ラジオネームどうしよっか、カツカレー。有吉さん、ヒャダインと並ぶ音楽界の嫌われ者、二大巨頭の一人ナオト・インティライミの野郎がこの度公開される映画で俳優デビューをするらしく、舞台挨拶で堤真一らと共演することについてこんなことを言ってやがりました。サッカーで言ったら初試合で本田と香川と一緒にワールドカップ出るようなもん。演技は刺激的でスリリングだった。たくさん勉強していろんな役に挑戦したい。天狗かおい。てめえみたいな素人と堤真一じゃな、金玉とクリスティアーノ・ロナウドが一緒にサッカーするようなもんだろうが。堤真一褒めてんのかディスってんのかどっちだおい。大体てめえみたいな YouTuber レベルの三流ミュージシャンがハッタリかました演技なんて誰も見たかねえんだよ。そんなに演技したかったら嫌われ者のヒャダインとな、どっかで勝手に撮影して YouTube にでもアップしてろ。ひどいひどいね。以上です。Slay Night Dreamer Live on air。 さあ、有吉力サンデーナイトドリーマーあっという間1時間経過ということなんですけども、ね、ちょっとメールが気になるメールが、ラジオネームネズミ後輩、はい、おい大山信よ、わさびさんの邪魔をしてんじゃねえ。おめえみたいなババアはさっさとせんべい布団で寝てろ。うるさいな、におじけポケットに突っ込んでぶっ殺してやるぞ。大山信よだよ。大山信よだよじゃねえだろ、元ドラえもんです。大山信よ知らないのかい。そうだよ、元ドラえもんで。ほら、そっちのが興味あったじゃん。レスポンスあったじゃん。すげえな、大山信代さん。すごいよね、まだ本当にもう最近でこそもうあんまりやんなくなったけど、結構一時やめた当初バンバンやってたもんね。うん、やってた。やっちゃダメでしょあれだって本当は。いや、俺がバイトしてる下北沢のステーキ屋さんに旦那さんとたまに来ててね、興奮したわ、来るたびに。ああ、まあそうよね。来た。確かにね。美味しいわね。ちょっと本当ドライバーで、いいおばさんなんだ。あんな大金持ちなのに、俺がステーキ屋でバイトしてるとこで安いところに近いからだ、家が近いのことをよく来てたやつ、いい人だなと思った。いい人だわ。有吉だよ。これは。分かってるわ。分かってるけど。ごちゃごちゃになっちゃったよ。ラジオにネズミ後輩、はい、なんでザコシショウが R1 予選で落ちてるのに平子と新妻が3回戦進出してんだよ。あいつらより絶対ザコシショウの方が面白いだろう。審査員の連中はどこ見てんだよ。本当だわ。納得。まあ、あの二人も何やってるか知らないけどね。知らないけどね。多分ザコシショウは面白いね、確かでしょ。でもそうかな。どうなんだろう。どれやったか分かんない、ね。そうそうそう。チョイスがどうでしょう。ザコシショウがめちゃくちゃ面白いってわけじゃないからね。そう、面白いけどね。すげえ攻めてるかもしれないですね。そうそうそう。いろいろパターンありますからね。
あとは三股もなんか入ってたね、残ってたみたいな。三股が入ってるっていうか、俺も怒り心頭で殴り込んでやろうかなと思って鉄パイプ持って本当に一旦終わりね、はい、デンジャラス安田と有吉でした。安田さんでした。2015年1月25日日曜日、時刻は夜9時を回りまして、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジャラス安田です。これね、やっぱ改めましてこんばんはとか、この時間からお聞きの皆さんっていう、やっぱり挨拶のめんどくささねやっぱり2時間どこでも、やっぱり2時間で聞いてもらえる環境になりたいもんですけどね、はい、まあアシスタントがお前のうちは無理かな、お前さんね、うん、関係ないですよ、俺アシスタント関係ないですからねラジオ生放送でよくあることですから、こういうのは。あ、そう、はいはい、みんなに聞いてほしいから。まあまあそうですけどね、でも実はみんなには聞いてほしくないけどね。どっちだよ東京半蔵門JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーです。はい、なんかあれですね、思ったけど、やっぱりコンテストね、うん、R1 とかのコンテストもそうですけど、どうやって一番いいんですかね。それはもういろんな方法を考えてみんなが机で必死になって考えた結果が今のそれぞれのルールでしょうから、うん、しょうがないんだけど、うん、本当に面白い人よ、本当に面白い人を決めるのはどうやったらいいんだろうね、審査は。ああ、審査方法ね、うん、はいはいはい、だってまあさ、俺なんか別にどうでもいいと思ってますよ、正直、うんうんうん、誰が日本一になろうが、うん、誰が日本で最下位になろうが、うん、日本で最下位は興味あるけど、最下位はね、はい、日本で誰が一番面白いか漫才やコントで誰が面白いかなんてね、うん、僕は正直誰でもいいと思ってますから、うんうん、いいんだけど、うん、それでもちゃんとできるもんならどうやっていいのかなっていうね、うん、予選はだからなんか作家さんとかテレビ局の人とかが決めるらしいですね、見てるんでしょ、うん、だからと言ってじゃあ芸人が決めろっつってなって、芸人が決めてるのはキングオブコントだもん ね、 ね、決勝に行ったやつらのは投票してんだそうだもんね。そうですね、そうするとなんか吉本の芸人が多いから吉本のやつが有利だろうとかいうやつも出てくるし、いろいろあるでしょ、うん、だからってザ・漫才はザ・漫才で審査員が気に入らねえっていうやつが出てくるし、うん、どうしたらいいんですか。じゃあ、いや、まあどうしたら、でもまあ一個にするのは全然ありだと思います、ね、まず一つにまとめるんでしょっていうのがすごいありだと思います、ね、うん、審査員審査どうするの。審査方法でしょ、安田和弘の面白コンテストの審査方法。ああ、僕のですか。僕があれだとしてね、うん、予選からよ。予選から無線から、予選も含めてよ。予選も全部見るんです。いや、だからだって、いや、決勝に出てくる連中がもうおかしいじゃねえかっていうやつがいるじゃん。ああ、はい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 、そうすると、いや、予選もなんかちゃんと考えなきゃいけないでしょ。まあそうですね、確かにね。でも予選はどうなんだろう、いっぱいいるからね、千何組いるわけでしょ、うん、そうよ、なかなかね、ね、うん、だって素人で出てきたのだって辺歩町長だけでしょよく覚えてんなそうでしょ、コンテスト系で素人で出てきたの辺歩町長ぐらいじゃない。そうですね、オープン参加にしてっけど、あれで、はい、そうですね、うん、だからもう一回もう素人やめたら。いや、そうですね、誰でも OK ってのはなしね、うん、はいはいはい、もういいじゃん、やっぱプロ名乗ってるやつだけで、うん、そうですね。でもお金が入ってくるのか、あれ。いや、それもあんのかもしれない。そうだよね、それはそうだよね、うん、そう、得だもんね、うん、どうします。じゃあどうする、うん、無理か、やっぱり無理だね。あ、まあ、だってやっぱりさ、うん、そもそも面白いなんて人それぞれだからそれ言い出しちゃったらね、え、うん、うまいね。だから、うん、難しいね。いいんじゃない、もう持ち回りで持ち回りってな、もう今年はあなたです、あなたの事務所
あの次はあんたのところの事務所でいいよっつって、それ持ち前でやったら余計にあれだろうね、効果がなくなるだろう ね、優勝とかに ね、やるじゃん、やったらなんか、だからなんか勝手にやれいいんだよ、勝手に誰かがやりゃいいんだよね。だから安田さんの、だから安田杯で安田さんが好きなやつ決めりゃいいんだよね。まあまあそうなんでしょうけどね、うん、まあ俺じゃあね、あれだもんね、まあね、まあねじゃねえんだよ。じゃあなんでやればって言ったんだよ。まあそんなのもキリがないからね、はい、まあ、そもそも俺は別に興味がないから。うん、じゃあなんでこの話始めたのよ。なんか膨らむかなと。まあまあ一応ね、でも本当だよね。そう、いやでもあれさ、言うみたいに一個にするってのは面白いけどね、プロレスみたいにね。ね、一個でいいけどね、一個にするのは面白いと思う。そっちの方がいい。コントと漫才分けること自体がまずおかしいからね。でピン目全部、歌も全部一緒にして、全部一緒がいいよ本当はね。同じところでやるってのはいいと思う。コンビの片割れがピン芸人のふりしてやってんのもどうかなと思うよね。確かにね、まあ、分かるけどね、でもコンビのためにって言う、コンビのためにって言ってさ、感動する曲後ろで流されたらさ、それは文句言った方が悪いみたいになっちゃうからさ、確かにやそれ。生活苦しいですって言われたらもう何に見えねえもん。あれ本当やめた方がいいよね。本当ですよ、やめた後にネタやるってね。ラジオネームルノワール野口、はい、FM 群馬、大山信代ちゃん、好きな食べ物は何？もちろんどら焼きだよ。Stay Night Dreamer Live on air。This month's assistant, Dangerous Yasuda。 まあただ一つ言えるのは、俺は本当に面白いやつ知ってるよってこと。え、誰ですか？うん、それは言わない。それはもうすぐ真似するやつらが出てくるから。ああ、その人の芸風。いや別に誰がチャンピオンになろうと、はあ、僕はあの文句も言いませんし、うん、違うとも言いませんよ、うん、だけど俺は本当に面白い漫才師もコントの人も知ってる。あ、そう、うん、ただちょっと最近の風潮として、うん、それやってる連中もかっこ悪いなっていうことに気づいてないなってことが一つある。それやってる連中、うん、なんか何気なくそういう言葉で自分のことを言うバカがいて、それはダサいなと思ってる、うん、コント師。僕も一個だけあるんですよ。言ってもいいですか、うん、ライブシーン。ライブシーン。あのこれはちょっとね、はい、まあ僕出てない人間が言ったりとかはいいんだけど、はい、自分たちで使い始めちゃうとちょっとやばいですよね。確かにそうです、ね、いや僕らコント師はとか。確かにそうですね。いやちょっとまあ僕らが出てるライブシーンではダサッ。ゲロすごい。ってなりますよね、まずね。そうですね、確かにね。首のところバーッと掴んで、もう塩もブルブルッと、もう出てんけカッコつけの悪魔ってやってやりますよ。コント師に、コント師なんて言いやがったら。そうですね、芸人でいいんだろう。そうですね、確かに。なんでちょっと漫才とかコントとかと分けてんだよ。僕はコント師です、じゃねえんだよ。うるせえなお前、もう赤しをグリグリってやって、出てけ生意気な口っぷりってやってやろうか本当に。シティーボーイとか、シティーボーイズさんとかに憧れすぎだもん、ね、あの人たち言うのはいいけど。まあそうですね、確かにね、はい、言うな自分でコント師とか、恥ずかしい。あるね、うん、そうだ、最近あるね、確かに、うん、わかるわかるじゃね、あのね、お、僕はね、
大きくなったらね、コント師みたいなね、かっこつけにはならない。だってね、僕はね、お相撲さんになるからだよ。結構賢いな、鷹の丸。続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるかわからないで判定していきます。うん、ラジオネーム。弟子の正彦、うん、北川景子さんに牛乳を口に含んでもらい、それを顔面にブーッと吐き出された後、顔汚れちゃったねと言われ、教室にあった汚い雑巾で顔面をゴシゴシ拭かれたが、ダメね、全然汚れが落ちないから顔面を切り落としちゃうと笑顔で言ってきたので、僕はビビり、その顔を見た北川景子さんは嘘だよと言ったので、僕はホッとした。次の瞬間に隙ありと言って首を跳ねてもらいたいで候。違う、全然違う。違う、出ましたね。違うも出るんですね、これ。ダサい、わかるじゃなくて全然違う。違う、なんかもう全然違うわ、うん、違う、もう風俗店に行ってると思わないと。ラジオネームハリゾー、はい、吉田羊さんに尿道から針を、尿道から針入れたらどこにぶつかるんだろうねと言われ、尿道に針を突っ込まれ動くこともできずビクビクしていると、そんなに怖いんだったら人思いにやっちゃうと言われ、それだけは勘弁してくださいと泣いて懇願したところ、嘘に決まってるでしょ、せっかくなんだからもっと楽しまなくちゃと耳元でささやかれた、あと刻一刻と迫る死へのカウントダウンを味わいたい。違うなお前ら、何なんだよ、もっとなんか興奮、なんかカッコつけてるわ。ああ、そう、なんか俺ぐらいのハイレベルのオナニストに、うん、まあコント師みたいな言い方するけど、オナニ師に、オナニ師にさ認めてもらいたいのかしんないけど、なんかそのなんか YMO に認められたい原宿に出てきた人たちじゃないんだからさ、古いんだよ例えが。昭和じゃねえか例え。ちょっとそんな背伸びしすぎ、しすぎ、もっとお前らなりの幼稚な興奮見せてくれて構わねえぜ。俺ぐらいのオナニシンだったら別にそれはそれでわかるから。何でかっこつけてる、新しい感動とか発見なんてないんだからお前らの意見で、はあはあ、俺はもう YMO なんだから。俺が一番なんだから。ああ、一番だからね、オナニー界の YMO なんだから俺が、はい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 、だからお前らが俺になんか気づきを与えようなんてことはないんだよ、はい、俺にお前らができることはね、懐かしいなって思わせることぐらいなんだよ。俺ぐらいのオナニー氏に、オナニー氏に、おい誰がオナニー氏だ、いかにしたの。知らねえよ、知らねえよ。希望の船、思い出させてくれってことですね。僕のことを山田勝美だと勘違いしている蒼井優さんに髪の毛をわしづかみにされ、このポンコツ角刈りじじい、何回反り立つ壁で失敗してんだと言われながら、腐ったドブに何回も顔を沈められたい。いや、これ全然だよ、だから全然違う、全然だって。ああ、そう、セクシャルがないもんこれ。背伸びすんなって。まずお前がこれでおちんちん立っ、お、自分で書いておちんちん立ったらメールの送信を押せ。バカ、分かってね、全然もうしんなりしてんのに送信をしてきてるだろう。なんで怒られてんだろうって思われたのだこれ。稲葉の白うなぎ、はい、綾瀬はるかさんに点がこきしてもらっていると、綾瀬はるかさんが稲葉の白うなぎさんと呼ぶので、はいと返事をすると点がに吸い込まれる。綾瀬はるかさんが、はっはー、この天下は返事をすると吸い込まれるんだ。どうだ、真っ暗でぬるぬるしてるだろう、もう一生出れないよと言われ、そこはさながら宇宙であり、僕は考えることをやめた。ジョジョじゃねえんだよ。いや、金閣銀閣だからそれ。おい、やつだ。はい、
い。うるせえ。最勇気だから、ね。全然だろ。全然だわ。ラジオネームナスビマン、肛門に詰めたコルクを川島直美さんに荒く抜いてもらいたいな、うん、そうそういいんだこれぐらい背伸びしなくて等身大のお前でいいんだぞ、うん、希望を言うだけでも全然そうですそうそうっていうのもあるんだね。ラジオネーム、永久ラブソング、いつも通り自分の部屋でオナニーをしていて気持ちよく射精をしている最中にその様子をドアの隙間から覗いていた家政婦の市原悦子にあらやだ言ってると言われたい。いやもう言ってるからね。そっか、言った後じゃあしょうがないという行く前の間のことをね。ラジオネーム満腹亭稲荷、右乳首をマギーちゃん、左乳首を高橋メアリー純ちゃんに凝視され乳首の感度がすごい俺はそれだけで射精してしまいカーペットを汚した罰として二人から顔面に膝蹴りを食らって頭蓋骨を陥没骨折したい。わかる？わかんのかい。深くうなずいてましたけども。私よね、わかる。ラッパーズ決まっちゃう。沢尻エリカ様に地下室に呼ばれ全裸にさせられた後に肛門に次々とゴルフボールを入れられてゴルフボールなんて大きい球は入らないですやめてくださいと頼んだらエリカ様にいや入らないって言っておきながらゴルフボールもう23キロ入ってんじゃねえかと笑われたい。わかるですか。ビンビンな感じですね。ヨモさんが今何本入ってるか分かるって言われてさ、はいはいはい、え1本ですか、バカ3本だよって言われた時の興奮たらないもんね。ねえじゃないね、ねえって言われても分かんねえからなあんまり。以上続いて池田の発言。はい、あの池田さんがつぶやいた言葉を募集しております。ラジオのユッキー、はい、東照美と小林明の喧嘩の真相が未だ気になる。世界で俺だけだろうな。やんなことない。そう。ラジオにクッパークチュクチュ、無職で誰とも顔を合わせてない俺には未だに年が明けて感覚なんて何一つない。まあまあそうだろうね、仕事始めもないんだろうから。ラジオネームヒロパン、アナルパールも異物混入になるのかな。まあまあそうだけど、でもそれはもう性本当の使い方だからね。違うだろう。本当の使い方じゃないだろう。アナルパールをお尻に入れるっていうのは正しい使い方。あ、そうなの。そうですか。あれを鼻に入れたらそれ異物か。ラジオネーム稲葉の白うなぎ、童貞のまま死んだら走馬灯にはせめて AV の映像を差し込んでほしいな。ラジオネーム素敵な嫁、自分のコンプレックスが声でしたっていう声優を見るといや顔だろうって言いたくなるな。ラジオネーム小熊の小言、爪楊枝が混入するリスクを考えても天下は買いたいよ。買いよ勝手に。ラジオネーム赤色ピンク、ミニモニのやつらだけには負けないようにしなきゃな。辻かご矢口カツカツみんな。大丈夫大丈夫ねえ。ラジオネーム猛虎族、元宝塚のやつってあんまり知らないやつでもセレブっぽい生活してるけどなんで飯食ってんだろうな。謎だね。そういう人いっぱいいるだろう。ちょうどこの間やってましたね。そんな感じのやつ。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、女性限定入居希望のマンションって絶対エロ管理人の変態物件だろうな、羨ましい。そんなことないですよね。
そんな感じもするけど。ラスト終わり。はい。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉ゆきサンデーナイトドリーム、メールテーマ、サンドリの掟。はい。ということでございます。ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。うん、サンドリの掟、それは、公園の炊き出しの時は列にちゃんと並び、割り込みなどをしてはならないです。公園の炊き出しのおじさんに迷惑をかけるような人間はサンドリにはいりません。確かにその通りだ。その通りなんだ。その通り。そうだぞ。そうですね。守れ。よし、あげよう。パン。ラジオネーム、自堕落坊や FM 君は、男性に告白された人は即座に自決。2、毎日必ず主飲をする。3、風俗は一番高いコースで。4、自分の性癖から逃げるべからず。5、最高の性欲を探求せよ。それがゲスな。違います。違うんだ。違うんだ。ねえ、ラジオネーム、ルノワール野口、エフリム群馬、サンドリの起点。1、女子との会話厳禁。2、小岩のスナックでサンマ御殿をしない。3、これお前内藤だろ。3、上島竜兵にバラエティの真似事はさせない。4、お盆は実家に帰り墓参り。5、一日一抜き。6、包茎であること。バラバラで分かりにくいんだよ。ラジオネーム、そうね、どうしようか。ラジオネームはどうしようか。いいのあるかな。胴長豚足 FM 群馬、有吉さんが靴の中に隠して持って帰ってきてくれた高級寿司店の茶碗蒸しは残さず食べる。恥ずかしくないのか。大山信代さんにもメールがいる。あら、来てるんですか。ラジオネームバスケットカウント、信代もう78歳だろ。グルコサミン取ってる。取ってる。元ドラえもんです。いいっすね。いいっすね。いいっすね。ワンコーナーじゃないですか、もうこれ。これ。だって水田わさびさんがかわいそうじゃん。いや、いいじゃないですか。ワンコーナーいけそうですよ。もうでも今の子供たちはもう水田わさびさんの方でもう納得よね。納得納得。ね。納得。なんか。何、元ドラえもんって何なるね。今予告とか見ててももう普通に俺らもすんなり入れますもんね。わかんないっすね。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。大山信代ちゃん、好きな男性のタイプを教えて。神谷明だよ。大きなほくろと薄茶色のサングラスがセグシーです。上がりましたね。仕上がりましたね。ワンコーナー仕上がりましたね、これ。ラジオネーム、いいんじゃないですか。俺のコーナー別にこれワンコーナーできたじゃないですか。できてないよ。できましたよ。大山信代ちゃんに質問のコーナー。CM 面白いもんだって。ラジオネズミコーナー、はい、大山信代ちゃん、桐谷美玲ちゃんがいるお風呂に行きたいからどこでもドア出してよ。そんなことより盗撮機器を出してあげるよ。怒られたよな。では一曲いきましょう。森進一、冬のリビエラ。This month's assistant, Dangerous. さあ、東京半蔵門 JFL スタジオから有吉弘樹とデンジャラス安田がお届けしておりますサンデーナイトドリーマー。続いては安田プレゼンツということで、安田さんがね、新しいコーナーをプレゼンをしてるんですけどね。してくれます。まだちょっと採用はありません。
はい、そうですね。まあ一応先週あったのがね、まあ1位、2位、13位っていうコーナーとろくなもんじゃねえっていうやつを提案してました、ね。はい、一応こういうのも来てますっていうお試しね。来てますか。はい、ありがとうございます。ラジオネーム AQ ラブソング、1位、2位、13位ね。1位、2位わかるかな。まあいい、やるよ、はい。ラジオネーム AQ ラブソング、うん、マグロのイメージが強い芸能人といえば、うん、1位渡里哲也、うん、2位松方弘樹、13位佐々木希。マグロじゃねえな別に。ラジオネーム AQ ラブソング、かつてじゃない方芸人だったのに、うん、その後ブレイクをした芸人といえば、うん、1位オアシズ大久保、2位オードリー若林、13位 TRF DJ コウ。まあ基本ですよね、うんうん。ラジオネーム満腹亭なり、もしチンコが喋ったら、1位すごく驚く、2位驚く、13位恋に落ちる。まあこういう、あ、いいじゃないですか、はい、いいんですか。で次はまあろくなもんじゃねえ、はい。ラジオネームおはよう太郎、うん、私野菜ソムリエの資格取ったんですよ。ろくなもんじゃねえ。ラジオの王道っぽいコーナーですね。王道です、王道ですか、ね。ラジオネームビスマルク、うん、転校してきた女の子が九重親方の娘でした。ろくなもんじゃねえ。これはだって焼き元小杖ちゃんだろ。いるだろ本当に。別にろくなもんじゃねえ、ねえだろ。ラジオの AQ ラブソング、こんばんは、渡辺エンターテイメントからやってきました。ラジオネーム希望の船、水曜の夜8時55分頃、全裸に陰部だけチューリップで隠し、逆さ吊りになっている六角星児を背景に乳首だけティーカップで隠し、勃起したチンコを振り回しながら、肉棒この後すぐと言っている水谷豊。ろくなもんじゃねえ。そんな水谷さん存在しねえから、ね、いい加減しろ本当に。っていうような。意外といい、良さそうです、ね。まあまあ、まあまあいいか。はい。まあ王道ですけどね。まあ王道でございます。まあまだちょっと、判断。本当ですか？するレベルには達してませんので。だって一個できてて、それで今もう一個じゃないですか。大山信代のコーナー。大山信代のコーナー、俺の負担が大きいです。俺の負担が大きいのは嫌だ。嫌なんだ。そうなんだ。新コーナー、じゃあ、はい、発表しなさいよ。あ、はい。ですね、あ、はい、じゃないだろう。はい、だろう。じゃあ、やり直させていただいていいですか。はい、じゃあ、新コーナー発表しろ。してください。はい、お願いします。わかりにくいから。さあ、それでは、サンドリの新コーナー案でございますけれども、はい、うん、まずはですね、自己紹介、ゼーでございます。まあ昨今のアイドル自己紹介があるじゃないですか。例えばですけど、あの、桃田かな子は、せーの、8888デコッパチ、茶畑のシンデレラといえばエクボは恋の落とし穴、桃田かな子ですって言って、その後、はい、ね、私たちのアイドル、桃色クローバーゼーと、あとなんか高橋みなみも、見た目はちょっぴりヤンキー、心はガラスのハート、高見なこと高橋みなみですみたいなのがあるんですって、うんうん。だからまあ下山の人にはいろんな人のオリジナルの自己紹介を考えて、まあまあ良さそうだな。そうでしょ。例は例、これいつもそうなんだけどさ、例を出すとさ変な空気になるじゃん。だからさ、例出さない方がいいんじゃない。でも例出してもいいですけど、一応なんか出します。刑務所から出所してカツ丼食ってビールうまそうに飲むです、高倉健ですみたいな。そうです。そうです。そうです。黄色いハンカチがいっぱいあって嬉しかったです。そうです。まだ例えばですけど、まあ芸能界一の子沢山、うん、テレビはブランチ、家ではフルチン、ハンサムスーツのハンサムを担当、谷原章介です。ああ、ね、なるほど。そうですね。なるほど。はい。オッケー。まあまあいいんじゃない。あ、本当ですか。ん？本当ですか。うん、なんかでもやっぱり僕が例言ったら急に空気悪くなりましたよね。いや、まあまあいいよ。いいですか。うん。うん。これ一応あの、他のスタッフの方にも確認して、うん、他局でやってないですよ、大丈夫ですよ。ああ、確認も一応取りましたから。じゃあまあまあいいんじゃない。ほんで、他は言ってみろ。
って言ってみてくださいですね。はい、いただきました。まあ、孤独のグルメに最近ハマってるっつって、やってくださいって言ってたんで、こちらコーナー名がですね、江東区のグルメ。これはですね、もうキャラクターものです。江東区に住む越中島二郎さんがですね、江東区のグルメを紹介するコーナー。で、まあ、エンディングソングももう決まってて、ジロー、つったん、てん、つったん。あれね、孤独のグルメのやつね。越中島風で終わりますから。はい。例えば例えば。だからまた、例えばを言うと、まあいいでしょう。大丈夫ですか、うん、じゃあ、例としていきますよ。砂町銀座か。テレビでよく見るな。せっかく来たんだから、テレビに出てない店を探してみるか。ん？ハッピーセット。ハンバーガーにおもちゃがついてるのか。あ、すいません。ハッピーセットください。ピカチュウ。どれどれ、早速遊ばしてもらおうじゃないか。うん。いいぞ、いいぞ。どんどん入っていくぞ。いたたたたたた。入れすぎたか？まずいな。抜けなくなった。すいません。ケツの穴におもちゃが混入したんですけど。で、ジローですね。下ネタじゃねえかって、このラジオ下ネタじゃねえか。いかにしろ。じゃあさ、三つ目もダメじゃないですか。三つ目は孤独のアナルですから。孤独のアナルどういうこと？これはですね、なかなか一線を越えられない童貞男子のケツ頭四郎が、孤独のグルメ風に風俗へ向かうコーナー。これは例はありません。なるほど。これは例ないですけど。なるほどね。例えばですけど、金津園か、キバードは聞いたことあるけれども、次言うとこから始まるみたいなね。じゃあ合わせてもいいかもね、じゃあね。まあそうですね、合わせても早いですから。はい。オッケーオッケー。そんなもん？今日は、はい、今回そうなんですけど。じゃあまあ、ゲスナーの人それ今日聞いて、まあまあやってみてもいいかもねってやつちょっと例題でも送ってきてやってよ。申し訳ないんだけど。うん。それまた、出来見て決めます。だよまた来週。毎週じゃねえかよ毎週考えてこいよ。しんどいよしんどいじゃないんだよ。毎週しんどい。ヒントあげるから。ヒント、そうね、今最近流行ってんの、なんだろうな。あるかな。なんか俺、最近ハマってる。なんかまあ先週言ってたのは、海外ドラマとか、プロレスとか言ってたけど、海外ドラマって言われても、ちょっといまいち、そうか。はい、わかんなかった。あとまあ見てない可能性もあるんで、僕がね、見てないでしょ。じゃあ、どうしようかな。最近ハマってるもんないんだよね、特に。ヒントねえじゃねえかよ。ヒントねえじゃねえ。食べログ。あ、食べログ？うん、食べログ。食べログか。うん。あとは、そうね。楽しいのがいいな。かわいいコーナー。かわいいコーナー。アウトだな。女子とかやってたじゃない。あ、なんかやってたね。かわいい。女の子も参加できるようなコーナーがいいね。ファンシーなコーナーがいいね。ちょっと最近、下ネタ強いから。ファンシーなコーナーがいい。ファンシー。かわいいやつね。頼むよ。ファンシーって言うの。ファンシー。え、つか頼むよって、もうこれ、完全に来週もだよね。もうね。当たり前だろ、お前。まだ何にもお前一つも決まってねえんだから。一個も決まってねえじゃねえか、お前。言い方で、いいっつってたじゃねえかよ、お前。いいって言ってた。まあまあな。まあまあな。いやでも、それは、この会社は俺のトップダウンだからね。すぐ、5は出るけど、出ないときは出ないよ。いや、まあそうですよね。ふてくされてもダメだ。それが仕事なんだから、お前。考えてくれよ。それが仕事なのかなっていうの。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer.ねえ、ろくなもんじゃねえのコーナー。まあ、あれだけど、ちょっと蓋が古いんだよね。もう20年前ぐらいのラジオの感じになっちゃうから、確かにそうですね、いい曲があるといいけどね、新しい。今っぽい曲でなんかそういうのが。例えば、世界の終わりみたいなやつとか。とかのでなんかあったりとかするといいですか。まあ、それもちょっと、なんかレコードほら、
っぱい借りてきてよ。いい曲探してこいよ。な？本当にラジオの作家に対して、ラジオの作家の下っ端に対して言ってるみたいなね。上の作家が、上の作家がお前やっとけよみたいな感じの。替え歌。替え歌でございますね。はい、今週の課題曲こちら。古いじゃねえか。ちょっとなんか今サンバ調味料じゃないですか、ね、ちょっとそうです。あのほら何回もねリニューアルされて出されてますからね、はいはい、ちょっとラジオネームおはよう太郎、はい、西田敏行は無理、北大路欣也無理、でも伊武雅人になら抱かれたい。どこが違うのかな。ないですね。うん、誰でもいいけどな俺。そっちかよ。うん、ラジオネーム日本語ラップ、駒沢公園で友達と二人でかくれんぼしてたら夜が明け。いや寂しい、笑わせたいの、泣かせたいのかよ。ラジオネームワーギナーマイク、西堀圭くんが逆手でしこってる、多分バックハンドの練習。なんか強いのかなバックハンドが。だから強いのかなじゃないけどね。俺この歌やっぱ好きじゃないかもしんないわ。あ、そう、うん、いまいち気持ちが、うん、松崎しげるさん好きじゃないのかな。いや、そう、松崎しげるさんがどうこうじゃないでしょうけど。先週は乗ってましたからね、確かにね、うん、そうだね、愛の参加はね、うん、はい、好きだからね、うん、ラジオネームね、ルノワール野口、うん、静まり返ってる学校の図書館で俺のアナルバイブが鳴り響く。誰だ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 、携帯電話今鳴ってるぞ、誰か出ろ、もういいから。おい誰だ、携帯電話鳴ってるぞ、取れ。地獄地獄、アナルバイブ入れたまんま地獄だな。ラジオネーム、ベネット静かに暮らしたい、伊藤四郎の呪いかけられた者たちはタフマンを飲まないと死んでしまう。怖いわ。ラジオネーム満腹亭稲荷、関口メンディーの頭を見て思う、今日の晩御飯はかき揚げ。厚揚げなの。厚揚げなの。こんなもんかな。そうですか。で、来週ですけども。はいはいはい、はい。決めとかないと。やっぱ、ちょっとやっぱ新しい流れに戻していこう。やっぱちょっと古すぎる、歌が。曲を。うん。ほうほう。たまに古いのもいいけど、やっぱ古いのばっかりやっちゃったね。うん。やっぱ新曲いこう、新曲。ゴーバンズの愛に来た愛に。古いわ。20年ぶりだそうですよ。20年ぶりに待望のアルバムリリースが決定しているって。愛に来て愛に20。5番さん、うん、新しい歌はね、なんかある、これ知ってる歌が本当知らない、ないんだよな俺。あ、そうですね、恥ずかしいぐらい。確かに、ミスタースノーマン、イーガールズ。イーガールズは知らない。イーガールズで知ってんのあれよ、あの金髪の、金髪の女が歌ってるやつ。金髪ってあれ真ん中のでしょ、うん、うん、わっ、なんだっけあれ、あなた、アナル。アナル？アナルは、アナルあなたの、みたいな。なんだっけ、あなたが続く。アナルあなたの、アナル。
なるあなたの、バイブになった、バイブになった、うんじゃないな。西野カナのダーリン。西野カナのダーリン。なんで、これ聞いたことあるな。あるんですか？なんだこれと思って聞いたな。先週かけたか、それで知ってんのか。そうだ、ラジオで聞いた。ダーリーンね、ダーリーン。知らないんじゃん。知らないんじゃん。だって。ダーリーン、ダーリーン、ダーリーン。沢田研二のね、それ。沢田研二のやつね。大ヒット曲ね。なんか知らないの安田さんも。いや、僕だからあれは知ってます。例えばです、これ乗ってるやつで、ね、虹色とかわかります。虹色どんな歌？これから始まるあなたの物語。あ、はあ、はあ、マツコとマツコ有吉の違う、怒り神道違いますよ。なんだっけ、花子と、花子と、あの花子と、うん、の主題歌、あと、うん、麦の歌とか、やっぱ朝ドラ見てますか。あ、そうか。じゃあ、もう一回歌って、あやかのやつ。これから始まる。ちゃんと歌って。これから始まるあなたの物語。なんでハモろうとしてるの、なんか。俺もうる覚えなんだけど。これから始まるあなたの物語。これバカルディのコントであったよ。こういうやつ。バカルディ時代の。こういうやつあった。麦の歌は？麦に翼はなくともってやつですね。まあ、麦に翼はなくとも。はいはいはい。当たり前だろ。いや、そんな古い漫談じゃないんだよ。なんか元気の歌ないの。麦は泣き、麦は咲き、明日へ育ってゆく。いいぞ。大づち言った。何、いいぞ、ね、いいぞ、いいぞじゃねえんだよ。なんだいいぞって大づち。もうちょっと歌決まらないよ。怖いよ。どうします。あなたの、あなた、もう一回歌って。これから始まる。うるせえんだ。さあ、歌決まらないんだからね。だから最近知ってんの、だからやってないんだよな、あれ。ん？あの世界の終わり。ああ、はいはいはい。や、歌ったけどやってないんだ。やってないですね。もうそれでいいじゃん。全然いいですよ。なんだっけ、ドラゴン、ドラゴンナイト、やった？ドラゴンナイトやってんじゃん。やってんの、やってんじゃない。なんだよ。いや、僕に。なんだよ。すいません、萩原中根さん。おぉ。じゃあもう決まんないよ。決まんないですね。どうしよっか。やばいやばい。うん、なんかある？なんか知らないの？やばいやばい。ちなみに、2月1日が誕生日の有名人は中村雅俊さん、テイ・トモヤスさん、うん、それからジュン・スカイ・ウォーカーズの宮田。うわ、古いのばっかりじゃない、だって。恋人も乗れる街角嫌よ俺。ベイビーベイビーベイビーはどうなんですか。ベイビー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 やってみる。じゃあいいよ。君のすべてはではお前のものぜもう一回歌って。ベイビー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 、何ハモろうとすんだ。だからバカルディあったよこれ。あった。じゃあそして、じゃあ布袋寅泰のはいスリル、スリル、はい、スリルのやつね。ラジオどこの部分かわかんないですよね。どこの部分かホームページで、はい、ちゃんと発表します。ホームページを見れるような機材を持ってるかお前ら。持ってます、持ってます、はい、持ってます。持ってますか。持ってます、持ってますか。それで聞いてますよ。ラジオネーム、はい、ガリーニョデキンチーロ、うん、福島 FM。 最後に大山信代さん、今年の抱負を教えてください。またドラえもんの声をやってやろうと思ってるよ。オーナーにすればいいじゃん、こんだけ反響があるんだから。ラジオネームフリーズムーン中原。おい大山、お前が出てくるたびにな、ほんのりと時空が歪むんだけど、また今日も懲りずになんか変な道具使ってるんだろう。お前はもうドラえもんじゃないんだよ。
お前が悪用してる四次元ポケットをさっさと水田わさびさんに返してやれ。これだけは渡さないよ。奈良山節子みたいな感じ。奈良山節子って何だよ。デンデラとか、ね、さあ安田の新コーナー、ね、良さそうだなっていうやつにはあの、はい、メール送ってやってみて、なかったんですか。面白そうだったらまたやりますんで。反響はなかったんですか。反響はないですよ。ないのかよ。ないわ毎回。頑張れ頑張れな。もうちょっと前倒しにするとなんかあるんじゃないの。反響頑張れ。いやあるぞ。さあお相手は、はい、有吉弘行とデンジャラス安田でした。また来週。